MS 君、確かそうだね。変にこの人のエグさだけでやられたりすると、指導者側の問題点言及せなかったりそう。そう、これが世界だみたいな。やばしいわ。どうもありがとうございました。拓殖君、1時からワールドカップ抽選がありますが、レオさん、日本対どこのチームの試合が見たいですか？どこ、負けるんだったら、どうせグループリーグ敗退するんだったら、しっかりしたチームに負けて敗退したいじゃないですか。それによって、今の日本サッカーに足りないものっていうのが、まあ、できるだけ多くの人に知れるから、なんかそれこそ監督いいとこで言うと、ブラジル、ドイツ、スペインですかね。ブラジル、ドイツ、スペインは、攻撃も守備も機能的に考えて、今いるタレントをこう組み合わせて、お出しする感じだから。そう、勝ち上がるかどうかっていうところで、別にそれはもう弱ければ弱いほどいいっすよ。ただ負けるんだったら、ちゃんとしっかりしたサッカーに負けたいですね。スペイン、ドイツ、同組の可能性ある。で、そこに日本もあんのかな。ね。いいだけはやめてくれ。まあ、いいになったらベスト16。きついだろうな。あ、いい いい決定。あ、でも当たってほしいって言ってた国と当たったね。一番ワンチャンないとこ入ったな。Sure.